この私の配信はかなり本質が良くないかと思うんですけれども、その理由は実はサーバールームのようなところで録音していて、とてつもなく PC のファンがうるさい部屋で録音しているからです。 で、しかもマイクもダイナミックマイクではなくコンデンサーマイクを使っているので、この周囲のファンの音をきちんと拾えるような最低の状況になっています。で、それを NVIDIA の GPU を使って NVIDIA Broadcast という、昔で言う NVIDIA RTX Voice というものを使ってノイズ除去して撮影しています。まあ、それもあって語尾が変に切れていたりとかしています。で、さらには編集の時間を適だに削りたいので、無音の切り詰めとかも全部自動でやってみるので、まあ、ちょっと変な感じになったりしています。 で、あとの編集は、ちょっと私の声が低めでありますので、まあ、低音をちょっと弱めるのと、ノーマライズ、ラウドネスノーマライズ、コンプレッサー、まあ、このあたりをかけるだけで終了しています。で、あとは結構途切れ途切れで喋ったりしているので、一回通して聞きながら余計な隙間を消すぐらいな編集です。というところで、まあ、改善すればいいといえばいいんですけども、とりあえず、いろいろ新しいマイクとか撮影する環境を要するのはめんどくさいので、この最低の環境でずっと録音を続けています。 というので、まあ、わからずもサーバールームで録音したときに、これぐらい NVIDIA の GPU は頑張るんだよというようなショーケースになっちゃってるのかなという感じです。